馬の毛色とは、馬の個体識別要素の一つで、体毛や肌の色、模様のことを指す。馬の毛色は複雑に見えるが、いずれも、エウメラニンとフェオメラニンの量と微細構造、メラノサイト自体の数や分布によって表現される肌や、毛の色に過ぎない。馬は、自然界では、肉食動物の標的にならないよう目立たない毛色が、望ましく、目立つ。毛色の馬は、 淘汰されてしまう関係にあった。しかし、馬の家畜化によって飼い主となった人間が珍しい毛色の馬も慎調するようになり、馬が家畜化されるようになった6000年前頃から、毛色の多様化が見られるようになった。人は太古からこれらの中に、いくつかのパターンを見出し、影、栗毛などと呼んできた。馬の個体識別に非常に有用であり、 多くの場合、血糖登録時に記載が義務付けられる。体毛の色はメラニンによるものである。メラニンには、黒色から、茶褐色のエウメラニンと、赤褐色から、黄色のフェオメラニンの2種類がある。色の濃淡は、エウメラニンにより決定され、黄色み、赤みは、フェオメラニンに左右される。つまり、エウメラニンが多ければ、毛色は黒色に近づき、フェオメラニンが多ければ、 暖色に近づく。フェオメラニンは赤葛色の色素であるが、濃度が低いと黄色や増下色を呈する。つまり、体毛の黄色み、赤みは同一の色素によるものである。ほとんどの馬はこれらの2種類の色素を混合して持っている。フェオメラニンはエウメラニンよりも化学的に安定しており、体毛が酸化された場合には、エウメラニンから先に破壊されていく。 長毛の先の色が薄いのはこのためで、季節による体毛のわずかな変化もエウメラニンの分解による。メラニン細胞中の各メラニン合成量の模式図メラニンを合成する細胞はメラノサイトと呼ばれる。メラノサイトはアミノ酸の一つチロシンを出発物質とし、いくつかの段階を経てメラニンを合成している。メラニン合成の詳細は以下の通りである。 まず、チロシンが、チロシナーゼによって酸化され、ドーパ、ついでドーパにもチロシナーゼが作用し、ドーパ機能にへと変化する。ドーパ機能は、不安定な物質であり、自発的に、ドーパクロム、インドール機能へと変化し、最終的にこれらが、酸化重合し、エウメラニンとなる。また、ドーパ機能は、システインと重合することで、システイニルドーパを経て、 フェオメラニンの合成にも使用される。このメラニン合成の最終段階である、ドーパノンから2つのメラニンの合成量は、細胞内のキャンプ濃度が深く関与する。途中の制御機構はかなり複雑だが、省略して、簡単に説明すると、キャンプ濃度が高いきエウメラニンの合成が増加し、フェオメラニンの合成は抑制される。逆に、キャンプ濃度が低下すれば、 フェオメラニンの合成量が増加する。少なくとも数十の遺伝子が馬の毛色の決定に関わっている。このうちアグウチシグナリングタンパク遺伝子、メラノサイト刺激ホルモンレセプター遺伝子の二つについてはよく研究されている。MC1R は細胞内のキャンプ濃度を調整することで間接的にメラニン合成に関与する。MC1R に メラノサイト刺激ホルモンが結合することによって、G タンパク質を経て、アデニル酸シクラーゼが活性化、ATP からキャンプが合成され、最終的にエウメラニンの合成が促進される。対して、アシップ濃度が高いと MSH と MCHR の結合が阻害され、キャンプが合成量が低下する。よって、フェオメラニンの合成へと傾く。なお、 ここまでの過程は、多くの動物で共通している。馬の毛色のうち少なくとも影、青毛、栗毛を蒸気メカニズムで説明できる。野生型、つまり MC R、MC1R、MSH、アシップいずれもバランスが取れている場合、エウメラニンとフェオメラニンが適度に合成され、茶色っぽくなる。さらに馬のアグウチ遺伝子は、死死、長毛では、 転写量が低く制御されているため、これらの部位では、アシップが合成されず、エウメラニン優位の黒色になる。この状態は、影と呼ばれる。また、仮にアシップの活性を欠く場合、MSH により、MC1R が過剰に活性化され、全身、エウメラニンによる、真っ黒になる。これは、青毛と呼ばれる。一方、MC1R が変異するなどして、 活性を失った場合、エウメラニンよりもフェオメラニンの合成に傾き、栗のような色になる。同時に、MC1R を書くと、アシップによる模様もつかないため、全身が一様に着色する。つまり栗毛となる。毛色に、関連のある遺伝子をリストする。渦にブチ毛を除く主要な重彩の毛色と、その遺伝子型の関係を示す。優勢。 劣性どちらの遺伝子が入っても、発現する毛色に影響を与えない場合は、で表している。は、この遺伝子の働きが、他の遺伝子によって抑えられる、あるいは隠されることを示す。遺伝子型判定では、栗毛、影毛、青毛、足毛の識別方法は確立されており、遺伝子診断で可能である。 公益社団法人日本馬事協会の馬の毛色及び特徴記載要領では、影、黒影、青影、青毛、栗毛、土地栗毛、足毛、透け目毛、河原の毛、月毛、白髪、かす毛、薄摘毛、白毛の14種とする。以下の遺伝子による効果は、南北アメリカ大陸やイベリア半島の馬に稀に見られる毛色である。日本馬事協会の定める毛色に含まれていない。 サラブレッド種の毛色には、クリゲ系のクリゲや、土チクリゲ、影系の影、黒影、青影、この他に青毛、足毛、白ガがある。英語圏では、ベー、ブラウン、チェスナット、グレー、ローンなどに分類される。毛色と疾病の関連性が指摘されることがある。例えば、足毛馬はメラノーマを発症するリスクが高く、リピッツァナーアダネを用いた統計では、 メラノーマの発症や病態の進行との関連性が報告されている。ありがとうございます。